DAW レースの鈴木です。ロジックプロ Tips 動画、今回は他のプロジェクトで使っていたデータや設定を読み込む方法についてご紹介してみたいと思います。楽曲を作っていく中で、他のあのプロジェクトで使っていたエフェクトの設定であったり、もっと言えば演奏自体を取り込みたいなんていうケース結構あると思います。その時にこれを手動でやろうと思うと結構大変で、素材系であれば一つ一つ書き出しておく必要がありますし、もっと大変なのがエフェクトの設定ですよね。使用しているエフェクトの設定をそれぞれプリセットとして保存したり、ロジックの場合ですとチャンネルストリップ設定として保存し、他のプロジェクトで読み込み直すという手順が必要になってしまいます。なんですけれども、今回ご紹介する機能を使うと、こういった面倒な操作なしに非常にシンプルに扱うことができますので、知っておいて損はないのかなと思います。で、今回は分かりやすいように比較的シンプルなこのプロジェクトの素材を読み込んでみたいと思います。トラック1にはドラム、チャンネルストリップにはコンプレッサーのプラグインとセンドがインサートされている状態と、で2つ目がギターのトラックで、アンプシミュレーターとチャンネルストリップ、そしてリバーブのプラグインがインサートされているよと。さらにせっかくですのでパンも振っておきたいと思います。それぞれコンテンツも入っている状態になっていると。そうしましたらからのプロジェクトを立ち上げて、ここに先ほどのプロジェクトを読み込んでみたいと思います。まずファイルメニューから読み込む、そしてロジックプロジェクトを選択します。ファインダーが立ち上がりますので、読み込みたいプロジェクトを選択して読み込むボタンをクリックします。はい、そうすると画面の右側にこのようなウィンドウが立ち上がります。トラック番号1ドラム、2ディストーションギターと、先ほどご覧いただいたトラックがそのまま見えているのがわかると思います。タイプというのはチャンネルストリップの種類ですね。右側見ていきますと、コンテンツ、そしてセル、プラグイン、これセンドですね。で、IO、パス番号、保持、オートメーション、ノートと、こんな項目が表示されてきます。あとは読み込みたい要素を選択するだけです。例えば1トラック目ドラムの場合は、コンテンツとプラグイン、そしてセンドを読み込んでみましょう。そして2つ目、ディストーションギターの場合は、コンテンツはいらないよと。なんですけども、プラグインは使いたい。そして IO 設定も読み込みたいよ、なんていうふうにチェックつけてみました。画面の下側、追加ボタンですね。こちらをクリックすると、この2トラックが読み込まれるよと。ちなみにその左側に2つボタンがありますけれども、プロジェクト設定を読み込むというのは、その名の通り、プロジェクトの設定状態。これは通常ファイルメニューから、プロジェクト設定。ここで設定する項目ですね。まあ、実はここにもあるんですけれども、これを取り込むことができます。メトロノームの設定とかっていうのをいじってる場合には、これ使っていただくと便利かなといった感じです。そして置き換えるの場合は、今選択しているトラックをこれに置き換えるよ、なんていう操作をしつることができると。設定ができたら、読み込みたいトラックを選んで、追加と。正常に読み込むことができました。ドラムのトラック、インストゥルメントトラックにはちゃんとインストゥルメントとプラグイン、そしてセンドまで反映されているのがわかると思います。ギターのトラックには、チャンネルストリップに設定したプラグインエフェクトとインプットの設定、パンやフェーダーといった要素が読み込まれているのがわかると思います。また結構センドでかけているリバーブとかを使いたいっていうケースもあると思いますので、そういう場合にもこちら追加していただきますと、こちらも簡単に読み込むことができるようになっています。ご覧いただいて分かったかと思うんですけれども、操作自体は非常にシンプルです。この機能を知っているかどうかによって、プロジェクトの扱いというものが変わってくるという側面もありますので、ぜひ活用してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。